あ、ピース。ピース、どこ行ってたの？散歩じゃ散歩。そっか。レイ、何？お主はちっとも我の言うことを聞かずに思いの先には飛ばされるし、悪魔に普通に話しかけるし。なんか聞いたことある。ごめんね。でもマドレーヌは美味しかったし、入れ替え子もいっぱいしてくれたのじゃ。とっても楽しかったのじゃ。うん。リーリンを殺せや。お主はここから出られる。それに北の出方も浄化できる。うん。おそらくこれで最後じゃ。じきにすべて終わる。うん。レイにとって辛い選択をしなければならないやもしれん。うん。では、覚悟できたら我に話しかけるといい。我はどんな結末を選んでもレイの味方じゃぞ。ピース。ありがとう。にょほほほほほ。え？選択すんの？あ、もう少し待ってがあるわ。そういえば、どうやってリーリーのところに行くんだ？そりゃあ、俺とレイちゃんの力で。わ、え、わ、わ、私？だって、俺とレイちゃんしか悪魔と契約してないもん。さすがに俺だけの力だと、この人数を一気に移動させるのは無理だよ。死ぬ気で頑張ったらできるんじゃないですか？この子は本当に年寄りに容赦ないんだから。でも私どうやったらいいのか。大丈夫大丈夫。適当にやったらいけるって。そうなんでしょうか。父さん。お前だって契約してた時どうやって力使ってたわけ？まあそう言われると。ダメ親子だねー。レイちゃんが困ってるでしょ。ザ・バルズ君説明できるわけ？俺悪魔側だったんで。それもそうやって情けないの。はぁ、あ。いらっしゃい、レイちゃん。え？あまりじっくりと教えてあげられないけど。この場所を移動する方法ぐらいなら教えてあげられるわ。サージュさん、ほらこっち。父さんの悪魔なんだって？男どもは役立たずだとさ。それなんかどっかで聞いたなぁ。それじゃあ行くわよ。はい。え？何この BGM？ 怖い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 。ピース！なんじゃこの BGM は？急に今までさ、アドベンチャーだったのに急にホラーになるのやめて。ここよ。この先にリーリンがいるわ。リーリン。リーリン、いるんだよね。私、リーリンに会いに来たの。開けてくれないかな。開いた！罠かもよ。どうするのじゃ？大丈夫。レイちゃん？大丈夫だから、行こう。私は。リーリンを。リーリン。まさかレイが来るとは思わなかった。てっきり血の気の多すぎるのだけ来ると思ってたから。そんなに警戒しなくても大丈夫よ。もう抵抗なんてできるほど魔力は残ってないわ。ねえ、レイ。何？どうして来てくれたの？私を殺すことぐらいそっちの奴らに任せておけばいいのに。私が憎くて殺されるところを見たかった。違う！冗談よ。あんたがそんな子じゃないって嫌ってほど知ってるから。私を殺せば、北の館は浄化される。レイ、あなたが一番望んでたことよ。私はもう、自分で死ぬこともできなくなっちゃった。私の望みはもう叶わない。綺麗な髪も、綺麗な目も、もう何も手に入らない。リーリン。だからね、浄化することももうできないの。うん。レイ、
何？最後に私のお願い聞いてくれる？それ、リーディンがお母さんからもらってたって髪飾り、記憶もらったんだよね。なら、これが何かも覚えてるでしょ？うん。ナイフ。うん。レイ。これで、私を殺してほしいの。え？どうせ死ぬなら、私、レイに殺してほしい。結局、お母さんの言う通りだったのよ。これはあなたを救ってくれるお守り。まさか、本当にそうだなんてね。私が救われるにはやっぱり死ぬしかないのよ。もう呪いに縛られるのを終わりにしたいんだ。だからお願い、レイ。このナイフで私の呪いを切って。リーリン、お願い、レイ。レイちゃんがそんなことする必要。待て。どうして？これはレイちゃんが決めることだ。でも、黙ってろ。レイちゃん。レイ？レイ。もし、あの子を本当に救いたいと思うのなら、あなたが自分の信じる方法で救ってあげて、きっとレイにしか、あの子は救えないわ。わかった。レイちゃん。ありがとう、レイ。ナイフを手に取るしかない！切る！そうなんだ。それしかないんだ。選択肢はもう。え？レイちゃん。あれ？切っちゃった。な、あんた何考えてんの？バカじゃないの？なんで、なんで？なんでそんな、綺麗な髪？私は、この目も髪もリーリーにあげることはできないけど、そんなの、もう、いいのよ。でもリーリー言ってくれたでしょ？え？少しでも一緒なところがあると嬉しいって。短くしたら私とお揃いでいいなって思ったんだけどって言ってたね。かなり前に。レイと一緒が少しでも一緒なところがあると嬉しいななんて。そんなこと覚えてたの？もう私にはこんなことしかできないけど。あんたやっぱり、どうしようもないお人よしよ。ごめん。私、ずっと霊の長くて綺麗な髪憧れてたのに。なんでそんな迷わず切っちゃうのよ。変かな。ちょっと毛先がバサバサなのが気になるけど、結構、似合ってるわよ。ありがとう。これでおそれだね、リーリン。ありがとう、レイ。え？リーリン？体透けてる、なんで？あれは？あ、そっか。
そうだったんだ。リリー大丈夫？どうしよう。レイ、大丈夫よ。私が欲しかったもの、私が本当に欲しかったもの、やっぱりレイだったんだね。え、でも私何も。私が欲しがったのは綺麗な髪でも目でもなかった。私は私のことをちゃんと見てくれる人が欲しかったんだ。リーリー、それじゃあリーリーの望みは。ありがとうレイ、本当にありがとう。これでやっと呪いが終わるんだね。リーリー、レイ、謝って許されることじゃないのは分かってる。でもどうしても私、レイに謝りたくて、たくさんひどいことして、本当にごめんなさい。もういいよ。それその手も。で？この火傷のこと？うん。それはレイにとってすごく大切な傷跡なんだね。全然汚くなんか、醜くなんかないのに。傷つくこといっぱい言ってごめんね。ううん。レイ、もし私が生まれ変わって、それでもし、もう一度レイに会うことができたら、レイが許してくれるなら、その時は私にピアノを教えてくれる？うん。約束ね。ありがとう、レイ。リーリー。レイに会えて、本当によかった。私もだよ。待ってるね、リーリー。これは、浄化。え？言っただろ？リーリンを倒せば、北の館も浄化される。ここもどうなるかわかんないよ。早く脱出しないと。レイちゃん！うん。安心すんのじゃ。このまま先に進めば外に出られる。あーら、そんな便利すぎたの。北の館はじきに消える。もともと歪んでいた北の館じゃ、今はさらにぐにゃぐにゃしておる。道なんて合ってないようなもんじゃ。よくわからないけど、ここを出られるってことか。そういうことじゃの。ピースはどうするの？どうもこうもない。我はもともとここでしか生きていけぬ身。このまま北の館と共に消えるだけじゃ。そんな、レイ、ありがとうなのじゃ。え？レイのおかげで、我もゆっくり眠ることができるのじゃ。だからありがとうなのじゃ。ピース。レイ、その髪も似合っておるぞ。ありがとう。シバもバルテも、あとで増えたそっちの二人も達者でな。雑！ありがとう。ピース、本当にありがとう。なんかいなくなるとなるで物足りないよね。くどくな、くどくな。拳を握るな。ピース、お別れなのじゃ、レイ。ノーレイ。何？もし我の主が寂しくて悲しくてどうしようもなく辛くて、助けを求めることがあったら、レイは助けてくれるか？ピース。みんな先に行ってて。え、レイちゃん？ちょ、待った！今度は何？壁？はあ、なんでいきなり？とりあえず今脱出した方がいいんじゃない？レイちゃんを置いていくわけないだろ？あのね、レイちゃんは今悪魔と契約してんの。何かあっても悪魔が力貸してくれるでしょ？その悪魔がレイちゃんを助ける保証ないでしょ？自分の胸に手を当てて聞いてみれば？は？俺はともかく、お前ら二人足手まといだ。とっとと自分の安全を確保するのが最優先だと思うけど。ま、ずっと壁と向き合っていたいなら止めないよ。ああ、もう。
これでいいんじゃよな、ユオ。ピース。レイ、おぬし何をしておるのじゃ。なぜ戻ってきたのじゃ。早く北の出方が出て。約束したから。ぬ？ピースが。ピースの飼い主さんが寂しくて悲しくて、どうしようもなく辛くて、助けてほしいって思ってるなら、私はピースと一緒に助けるって。レイ、お主。レイ、何？助けてくれるのか？我が主よ。もちろん。レイ。ではレイ、我に触れてみよう。思いの先に飛ばされるって言ってたもんね。我は神様だからではない。言ったであろう？強すぎる思いが宿ったものに触れると思いの先に飛ばされる。ピースの思いの先なんだ、それが。共に来てくれ、レイ。我が主のもとへ。本当に仕方のない子ね。いえ、仕方のない子たちと言うべきかしら。イディア、ずいぶんさっぱりしたのね。え？髪。あ、うん。悪くないわよ。ありがとう。驚かないのね。え？その子に導かれた先に私がいたこと。にょほほほほ。最初はピースの飼い主さんって誰のことなんだろうと思ってた。でもどうしてかな。ピースと一緒にいるうちに、なんとなーくピースの飼い主さんはイデアのような気がしたんだ。私の契約者様は聡明なのね。イデア、力を貸してくれて本当にありがとう。なんだそんなこと。まだ俺きちんと言えてなかったと思って。聡明な上に律儀ね。確かに時間を戻したのは私の力だけど、この結末まで導いたのはあなたの力よ。まさかリーディンを浄化できるとは思ってなかったわ。本当によく頑張ったわね、レイ。イデア。それで、え？お礼を言うためだけにここに来たんじゃないんでしょ？前にも言ってたけど、心配しなくてももうすぐ私も消えるわ。契約もそれで終わり。その前にイデアに返したいものがあって。返したいもの？これなんだけど。それは、私に魔力が宿っちゃった時、ピースがその魔力を取り除いて作ってくれたの。魔力石。うん、これはピースが飼い主さんの力を借りて作ってくれたものなんだ。そう、この子はそんなこと。え、変なのじゃ。だったらこれにもイデアの魔力が宿ってるはず。それで、私に魔力が宿った時、私はちょっと大人になっちゃったから、これをイデアに返せば、イデアも大人の姿に、元の姿に戻れるんじゃないかって。正解よ。イデアじゃなくて、あのイデアさん。イデアのままで。それに敬語もいらないわ。え、でもあなた私の婚約者なんだ。契約者なんだから。婚約者になっちゃった契約者なんだから距離を置かれたら寂しいでしょ。それじゃあ今まで通りイデアって呼ぶね。ええ、それにしてもよくわかったわね。ん？この部屋に悪魔を入れないために、そしてこの館から悪魔が出ないように、ほとんど魔力を注いでたから反動で子供の姿に戻ってしまっていたけれど、どうしてわかったの？子供の姿が私の本当の姿じゃないって。
なんとなく、グラで。顔グラで子供かーってなってましたけど。すいませんでした。あ、それは、だって笑った顔がそっくりだったから。バルテのお母さんなんだよね。そうだよね。絶対そうだと思う。バルテのお母さんなんだよ、あなた。本当に困った子ね。これ、イデアの家族の肖像画なんだね。そうよ。この男の子、バルテ？ええ、そっか。バルテって子供の頃こんな感じだったんだ。ちっちゃくて可愛い。そしてユオがいるんだね。何？本当にごめんなさい。え？ユオがしたことを許してもらえるとは思ってないわ。あ、そうだね。ユオだもんね。逆を返せば、この人の犯人は。バーツをユオと重ねて憎むことはなかった？え？私、バルテには本当にたくさん助けてもらったの。ううん。今もいっぱい助けてもらってる。バルテを悪い人だって思ったこと、一度もないよ。バルテは私にとってとても大切な人だから。ありがとう、レイ。バルテにとってあなたは光なのね。え？世を変えてしまったのは、私なの。え？私もリーリンと同じ村で生まれた。あの村では、黒髪赤目の人間を、悪魔の子、呪われた子と呼ぶ風習があってね。私も例外じゃなかったわ。村の人からも、両親からも嫌われた私を救ってくれたのがユオだったの。なぜ顔を伏せている？どうせあなたも気味が悪いと言うんでしょ？こんなお見合い断ればよかったって思ってるんでしょ？何を言ってるんだ？え？だから、私はなぜ顔の半分を前髪で覆っているかのか聞いているんだ。それでは前が見えないの？今に転ぶぞ。だって、私、目がなんだ？目が赤いから。ユオが私の村に立ち寄った時に、彼は私に興味を持った。彼にはこの目と髪が綺麗に見えたんですって。ほんと笑っちゃうわ。イデア。ユオは、私の両親の借金を肩代わりしてくれた上に、私と婚約してくれた。私をあの地獄から救ってくれたの。でも結局は、ってことになっちゃうけどね。もし私と一緒にいてもいいと思うのなら、その前髪をどうにかしろ。鬱陶しい。もう一度言う。君の髪の人にも素敵だ。それに、そんな髪には世界の半分しか見えないぞ。はい。イオと出会う前の私は世界の半分しか見えてなかったのよ。いえ、きっと世界の半分も見えてなかったのね。優しい人だったんだね。本当か？イオは本当か？ま、無理してそんなこと言わなくていいわ。でもどうしてそんな人が？私体が弱くて。まあ、あんな村にいたからしょうがないんだけど。バルテが生まれてしばらくしてからひどく体調を崩してね。医者にも見放されちゃった。え？その日からよ。ユウがおかしくなったのは。彼の真意はわからないけど。ユウは、失うのが怖かったのかもしれないわね。それでイデアを、絵画に。どうなのかしら。最後は私ももう意識がなかったから。向こうで彼に会ったら聞いてみるわ。イデア。でもそれはイデアのせいじゃ。ユウの犯した罪は私の罪。夫婦ですもの。汚い館に悪魔を集めて閉じ込めておけば、他の場所での被害は少なくなる。
それで少しは罪滅ぼしになったかと思ったけど、でもまだまだ償わないとね。いつまでそこにいるの？ピース？あなたピースって言うの？うむ、平和の神ピースじゃ。そう、いい家と見ようとはこのことかしら。ん？いらっしゃいピース。そういえばこの肖像画はパズルになってるんだね。面白いでしょ。パズルが好きな私のためにユウが作ってくれたのよ。へえ、すごい。ユウさんはイデアのこと大好きだったんだね。でもこれまだ完成してない。そう、まったく随分探したんだから。ピース。え、にょほほほほ、何度やってもどこを入れ替えても完成しないはずだわ。それじゃピースがこの肖像画のパズルに足りないかけら、この子が最後のピースよ。まさかこの肖像画の最後のピースが北の館を冒険してたなんて。うむ、なかなかいい旅であったぞ。その姿、ドラゴンね。昔ユオにもらったパズルに描かれたドラゴンにそっくり。威厳に満ち溢れておろう。主の姿、好きな姿になろうとしたらこうなっていたのじゃ。そっか、この肖像画のパズルはユオさんがイデアを持って送ったもの。そのパズルの一部がピースなら、ピースに触れれば思い人イデアのところにたどり着く。どうして私のところに来なかったの？このパズルが完成すれば主の望みは叶ってしまう。叶ってしまえば主は浄化してしまう。そうなってしまえば主のもう一つの望みが叶わなくなってしまうであろう。そんなことを気にしてたの。いいのよ、どうせもう息子には会えないのだから。あ、なんじゃ、急にどうしたのじゃ。あ、ごめんなさい。実は私、イデアにもう一つ渡せるものがあるかもしれなくって。私に渡すもの？イデアの会いたい人って、バルツだよね。ええ、そうだけど、北の館にいることは分かってたわ。でも私はこの部屋から出られない。そもそも会うことなんてできるはずがなかったのよ。イデア、あの子は元気でいてくれるなら、それが分かっただけでも十分よ。これなんだけど、やけど？このやけど、私がバルツェを助けたくてできたものなの。あ、そうだったわね。そこでも迷惑かけて、本当にごめんなさい。あ、違う違う、そうじゃなくって。強い思いが宿ったものに触れると思いの先に飛ばされる。え？この傷は私がバルツェを思ってできたものだから。この傷に触れればきっとバルツェのところに行けるんじゃないかな。でも私はこの部屋から。思いはどんな魔力よりも強いもの。え？イデアが言ってた言葉だよ。レイ。行ってくるのじゃ、我が主。本当に、あの子に会えるの？あの子に会ってもいいの？もちろん。バルツェのお母さんはイデアだけでしょ？イデア、私に頑張ったねって言ってくれたけど、イデアもいっぱい頑張ったよ。ほら早く、バルツェもきっと待ってると思う。あなたはやっぱり光だわ。光？本当にありがとう。レイ、何？ワリにとってもレイは光だったみたいじゃ。私光ってるの？うむ、眩しすぎてめまいがするのじゃ。褒められてる？
もう主に我は必要ないのじゃ。ピース、我を連れて行ってくれるか、レイ。え？この身はここで朽ちてしまうが、かけらとしてなら、我はレイと共に行ける。我はレイと一緒にいたいのじゃ。うん。一緒に行こう、ピース。にほほほほ。では、我自身と、レイの持ってるマドレーヌを、こう、入れ替えっこしてくれるか。うむ。やっぱりいつ食べても美味しいのじゃ。レイ、ありがとうなのじゃ。最後のかけらを手に入れた。とりあえず走ってきたはいいものの、いつの間にはぐれたんだ？全然気づかなかった。無事でいればいいんだけど、レイちゃん。大丈夫よ。え？ほっ！あの子なら、レイなら大丈夫よ。もうじき北の館を抜けるはずだわ。なんて、なんで母さんが？バルツェ、私のこと覚えてるの？驚いた。私が死んだのは、まだあなたが幼い頃だったから。私のことなんてもう記憶に残ってないかと思っていたのに。でも、母さんは死んだ。これは北の館が見せてる幻？驚かせてごめんなさい。でも、どうしても私、あなたに、バルツに会いたくて。レイが、私をここに導いてくれたの。レイちゃんが？安心して。あの子は契約してる悪魔は私よ。無事でいるから心配しないで。あなたを残していくのがどうしても心配で、気づけば悪魔になって、北の館に戸惑ってしまっていたけれど、こうしてあなたの顔をもう一度見てたのだから、悪魔になるのも悪くないわね。本当に、母さんなの？バルツェ、寂しい思いさせてしまって本当にごめんなさい。そんなの、ずっと聞きたかった。何？母さんは幸せだったの？そんな当たり前のこと聞かないで。え？幸せだったわ。あなたが生まれてからは、特に。マルテ、背が伸びたわね。いくつになったと思ってんの？昔はあまり話さなくて引っ込みじゃなったっけ？いつの話だよ。そうね。私にとっては昨日のようなことなのに。バルツェ、もう何も背負わなくていいのよ。え？ユオの罪は私が持っていくから。あなたは、あなたの好きなように生きなさい。母さん。私にとっての光はユオであったように、あなたはまた自分の光を見つけたのね。うん。その子は、俺がどんな暗い場所にいても必ず明るい場所に導いてくれるんだ。そう。それに、ちょっと頼りないけど、俺の元契約者もいるし。俺はもう大丈夫。だから、安心して眠っていいよ、母さん。ありがとう、バルツェ。最後にあなたに会えてよかったわ。うん、俺も。さようなら、私の最愛の息子。さようなら、母さん。はあ、なあに、
全部丸く収まったのにため息なんて。いや、ただ結局全部お前の思惑通りだったってわけだ。ひどい割れよね。だってそうだろ、死のうとした俺の前に突然お前が現れて、助けてほしい人がいるから私と契約してときたもんだ。おかげで俺は大我として死ぬ覚悟を奪われて、契約としてイデアを助けてほしいとお願いした。イデアには前に来たのに方に来たのに助けてもらったの。その時はまだ彼女は悪魔としての力が弱かったけれど、今も北の館で苦しんでるって知ってどうしても助けてあげたくて。ま、死んだお前が急に現れて悪魔だなんだって話を聞いた時は驚いたけど、なんやかんやうまくいくもんだな。死にたがってた人がよく言うわ。まったく親子揃ってどうして死に急ぐのかしら。ひどい割用だ。でももう死にたいとは思ってないよ。それは何よりだわ。でも私の望みも叶ったから私も浄化される。対価返さないとね。いらなくなると戻ってくるんだから、100年後ぐらいに使うといいんじゃない。俺何歳まで生きるんだって。シバのことお願いね。うん、あいつ大人ぶってるけど案外子供だって分かったよ。そうかもしれないわね。あと誰に似たのか奥手だしな。ま、ちゃんと父親として見ていくから心配すんな。ありがとう。ジル？行くのか。ええ。寂しくなるな。私もよ。こんな形でも、またお前と一緒にいて嬉しかったよ。ふん。なんだよ、急に。ごめんなさい。ちょっと昔のことを思い出しちゃって。ん？俺が生きるのを手伝ってほしい。そう言われて結婚したなーって。そんなこと今思い出すかねー。あら、照れてるの？いいセリフだったと思うけど。お前なー。素敵な思い出として持っていくわ。お分かりよ、ジル。父さん！あ、さようなら。私の最愛の家族。さよなら、俺の最愛の人。父さん。よ、無事だった？父さんが契約してた悪魔ってもしかして。ん？いや、やっぱり何でもない。あー、そう。あれ？私の部屋？私どうしたんだっけ？あ、ジジイさん、レイちゃん、起きて大丈夫？どこも辛くない？大丈夫ですけど。あ、でもちょっと喉が渇いたかなって。私もです。私もです。ま、そのくらいなら、今水持ってくるよ。いえ、自分で取りに行きます。辛いどころか、すごくスッキリしてる気がして。だろうね。3日も寝れば。そっか、私3日も。3日？私3日も寝てたんですか？寝てたよ。そりゃもう気持ちよさそうに。人って3日も寝れるもんなんですね。すごいね。俺1日寝たことあるけど。まあ、俺も仕事に2日徹夜した後は死んだより丸1日寝てたけど。それぐらいレイちゃんの体は疲れてたってことでしょ。むしろ寝て回復する程度の疲労に住んでることの方が俺は驚きだけどね。え？忘れたの？その体一回イデアにあげてるんでしょ。その上自分の体に戻った後もあれだけ無茶したんだが、それは倒れるって。そっか。気づかなかったけど私結構疲れてたのかな。何やともあれ、無事で何よりだ。私のことを見ていてくれたんですね。ありがとうございます。シバと交代しながらだけどね。ルイフさんが相当心配してるから呼んでくるよ。あ、おじいちゃん。
あと、ピーチプワチクうるさい男二人も呼んでくるね。ピーチプワチク帰って来られたんだ。ただいま、お母さん。私、大切なものちゃんと守れたかな。私はもう大丈夫だよ。だから お母さんはお父さんのそばにいてあげてね。おーれいれい、おじいちゃん、よく無事で、おじいちゃん心配かけてごめんなさい。あ、髪もこんなになって、あ、これは自分で切ったの。そうか、うん、大丈夫、髪ぐらいすぐに伸びるから。とにかくお前が無事で本当によかったありがとうおじいちゃんもう今回はすごかっただろうな、今回も。いや、ルイさん、お取り込み中大変申し訳ないんですが、ん、町の人が玄関に北の館が聞いたので、それについてだとか。おお、そうか、バタバタしてすまないね、レイ。うん、うん、おじいちゃん無理しないでね。またら後で来るからゆっくりしてなさい。うん。ん、なんだこの長い沈黙は。あ、あの、言い訳があるなら今のうちに聞くだけ聞くよ。俺たちはどれだけ心配したと思ってるんだ。3日も寝てたんだもんな。もうごめんなさい。でもピースが、へえ、俺たちよりあのトカゲの方が大事だったんだ。え、そっか、レイちゃんにとって俺たちはその程度だったのか。違う、そういう意味じゃなくて。ん、はい、捕獲。え、北の館を出たら全部説明してくれるって話だったよね。えへへ、可愛く笑ってもダメでーす。病み上がりならベッドから出てるし。で、でもどこも怪我してないよ。3日も寝てたのは誰ですかそれは。たくさん寝たから、いつもより、元気になったような、根拠のないこと言わないの。無茶してごめんなさい。急大転。え、他にも言うことあるでしょ。髪の毛が短くなりました。わざと？でも確かに女の子はあんなためらく髪を切ったらダメだろう。でも軽くて楽だよ。そういう問題じゃない。うっ、はあ、とにかく後で揃えた方がいい。え、いいよそんなこと。どうせすぐ伸びるし、このままでもダメだ。何を言っても怒られる。レイちゃん、水持ってなきゃいけないけど、いるー。あ、ジルティさん。うわー、女の子に積み寄って最低。そういう父さんにも聞きたいこといっぱいあるんだけど。ん？そうだっけ？なんで母さんと契約してたのに俺に教えてくれなかったの？え？おっと。私言ってないですよ。だよね。北の館の件は完結したんだし、もう隠す必要ないだろ。ヤフェビだったか。さて、ん？この流れで何聞かれると思う？レイちゃんはどうして俺の母さんと契約してたのかな？こっちもバレてる。俺言ってないよ。まあ、二人とも落ち着けって。十分落ち着いてるよ。さすがにそろそろ全部吐いてもらわないと。はぁ、分かったよ、ったく。話すが遅くなってごめんね。その前に、レイちゃんそろそろベッド戻ったら。え？その方がいい。大丈夫よ、病気じゃないんだから。戻らないなら、抱っこで強制連行だけど、いい？ベッド自分で戻るかな。そう、抱っこでもいいのに。もう。レイちゃん。あれだったら髪、芝に揃えてもらったら。芝に？父さん。昔は、
俺の髪切ってたじゃん。それは父さんの医者のくせに伸ばし放題だったら仕方なくだろ。芝さえ良ければお願いしてもいいかな。え？レイちゃんがそれでいいなら。本当？ありがとう。今更だけどレイちゃん短いも似合うね。そうかな。こんなに短いのすごく久しぶりで。あ、でもね、子供の頃は短かったんだよ。ああ、そういえば。そうだったね。お。ああ、ありがとうございました。長かったね。8時間 ?8 時間ぐらいだったかな。かなり長い間ね、やらせていただきました。ね、思い出のかけらシリーズ、やらせていただきました。今回はどっちかっていうと読み物だったよね。どっちかというと追いかけっこはほとんどなかったよね。ストーリー性のあるアドベンチャーゲームっていう感じだった。いやー、本当に。いやー、どっちかっていうとホラーな感じはなかった。で、ストーリーを読み進めていったら、すごい時間になってたっていうイメージです。とてもいいね。なんか、ストーリーでした。グッとくるもんがあるよね。優しさだけじゃ誰も救えないって言いながら、優しさだけでね、全部救っちゃったしな、言っちゃえば。こんな長い作品作れたのは本当にすごいわ。全員が救われるエンド、これが一番だよ。はい、サラーさん、ありがとうございました。本人にも報告しとかな。